はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から、4時間足ボリンジャーバンド、一目金好表上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、4時間足ベース、底堅く、水位も調整より警戒と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本、動平均線上昇しております4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中4時間足ストキャスティックス、変わりすぎの判断基準であります80%ラインよりも上で売りシグナルが点灯、過熱感も出ております。 はい、こちら4時間市の一目均衡表です。綺麗な上昇トレンドの形状をしております。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは144円ちょうどレベル。144円ちょうどレベルと考えております。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは145円ちょうどレベル。145円ちょうどレベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ドット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードをまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はいいそういうことでドル円、本日ニューヨーク市場の予想レンジです。144円ちょうどレベルか145円ちょうどレベル、144円ちょうどレベルか145円ちょうどレベルということです。ポイントです。本日もインフレ指標、PPI、消費者態度指数、145円台突入ということで、本日ニューヨーク時間経済指標発表あります。21時30分、7月、アメリカの卸売物価指数、PPI。 23時8月のミシガン大消費者態度指数速報値ということで、はい、21時30分、7月の PPI もちろんインフレ指標なんですが23時発表のミシガン大消費者態度指数速報値の期待インフレも大変マーケット注目しております。はい、これらの経済指標を受けまして円台到達もあり得ると 考えております。ただ145円台なんですけども昨年9月22日24年ぶりの円買い介入のレベルということなんでマーケットではかなり、えー、センシティブなレベルと。 いうことなんで調整売り起こりやすいのでお取引をされる際には十分ご注意くださいということですはいそんな中四時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中四、えー、時間足ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということでドル円本日ニューヨーク市場におきまして チャート形状的には、底堅が推移水位も調整より警戒と考えております。どれへ本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、底堅が推移水位も調整より警戒と考えております。はい、ご案内しましたとおり、えー、本日21時30分、7月のアメリカの PPI、23時8月のミシガン大消費者態度指数、底落ちということで、はい、チームハロンとしましては、3分早分かりコンテンツ、7月のアメリカの PPI、8月のミシガン大消費者態度指数、底落ち、作成させていただいております。 ご覧になりたい方は番組最後に開催 URL 貼り付けてありますのでお時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。 はい、いそういうことで、本日21時30分7月のアメリカの PPI23 時が8月のミシガン大消費者態度指数速報値ということで本日21時開始のライブ配信番組内で7月アメリカ PPI8 月のミシガン大消費者態度指数速報値の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきますまたリアル講座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております開催 URL は番組最後に貼り付けてありますお時間がありました ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。